パチンコに狂った男の末路。これだからパチンコはやめられねえな。俺はゴング、金なし、彼女なし、希望なしのただのデブで貧困会社員だ。おいゴング、暇なしパチンコ行こうぜ。金ねえから横で見とくわ。1000円やるから好きな台打ってこい。出世払いでいいよ。カイチェルにもらった1000円で魔法少女ミポリンというパチンコ台を打った。ん？なんだか騒がしいな。ビギナーズラックとはまさにこのこと。1000円で大当たりとなり、連チャンすること34回、30万円の勝ちになった。お前すごいな。俺何年もパチンコやってるけど、34連チャン30万円勝ちも経験ないぜ。大当たりの時の吸引金運ってなんかいいよな。まあ、はまらないようにだけ気をつけてな。うん、今日だけだし大丈夫だよ。しかし俺は趣味もなかったこともあり、暇を見つけてはパチンコに行くようになった。くそ、もう4万円も突っ込んでるよ。ここまで来てやめられるか。ここでやめて俺の後に座ったやつに当てられても尺だしな。そして俺は掛け金もだんだんと増えていき、1回のパチンコで何万円も使うようになった。クソが、また3万円使って当たりなしか。そろそろ来いよ。来た、格変だ。止まらないぜ21連ちゃん。これだからパチンコはやめられねえな。しかしここ数日で何回かパチンコ屋に行ったが全く当たらない。しかも1週間前に買ったお金も全部使い切った。そして勝っても負けても今日限りでパチンコを引退すると決意を固めた。だが朝から一度も当たることはなく、2回 ATM に走り8万円負けていた。くそ、こんなとこでやめてやるか。連チャンが来るはずだ。あと1000円で必ず当たる。しかし熱いリーチもなく、あっけなく全財産を失ってしまった。こうなったらキャッシングだ。限度額マックスの10万円をキャッシングした。激アツ。よし、大当たり確率 76% の激アツリーチだ。当たれば格変だ。よし、ゼブラホリーに変わった。熱い熱い。なんだと、外れるのかよ。朝から2000回転回しても当たりがない。ふざけやがって、もうこの店には来ん。この台2000回転もハマってるな。1000円だけ打つか。俺の前に打ってたやつどんまいだな。ざまあ見やがれ。このパチンカス、俺の打ってた台で当ててるじゃねえか。しかも俺が辞めてから6回転で。この野郎、俺の大当たりを返せ。本日未明に松戸市のパチンコ店で男性客が別の男性客に手を出してしまうという事件が起きました。容疑者の男性は自分が打っていて当たらなかった台ですぐ当たりを引いたことに腹が立ったと証言しています。